この動画に10秒以内に高評価できた人は太りにくい体質になります。闇の豪華に抱かれて眠れ。はい、どうも。最近来週で鬼滅の刃の刀鍛冶の里編が最終回なのに震えてる男、カエトです。もう今期の鬼滅の刃のアニメ最終回なんって感じですよね。原作のストックもだんだんなくなっているので、この先は映画でやるのかアニメでやるのかとか、その他諸々映像で見れるのは楽しみにしながらも、終わりが近い悲しさもありますよね。ってことで今回ネットでバズった鬼滅の刃の面白動画、ツッコミどころ満載だった新作です。この動画が一瞬でもいいなと感じたら、高評価の方だけよろしくお願いいたします。それではどうぞ。まずは時代が進みすぎた鬼滅の刃の動画を見ていきましょう。いや、刃要素全くなくなったね。少なくとも大正時代初期ではないことは確か。いや、武器進化しすぎだろ。他のアニメの戦闘機みたいなのあったんだけど。めちゃくちゃ安全圏からの攻撃、もうサイバーパンク感すごい作品だね。鬼滅の弾丸にタイトル変更で、ゴリゴリ銃に頼る主人公たち一行、鬼滅の刃の刀鍛冶の里編の要約動画を見ていきましょう。いや、宴会の芸みたいに登場してくんだ。個々のキャラの登場時間少な。そんなノリノリで来ないで。リズム天国のワンシーンかと思ったわ。いや、体格に対して膨張率合ってないんよ。自爆前のセルみたいになってんな。攻撃するのが際どい動き、踊ってるのか真面目なのかはっきりせえ。ジョッコ過去シーン一切なく倒されたな。倒し方拳でいくんかい。そこは刀使って倒すんじゃないんだね。無一郎がえぐいほどのドヤ顔、確かに自慢したくなる気持ちはわかるけども。お次はとある無限列車でのお話です。いわ、我有俩一万啊，我可以碰，但我一万、二万、三万连一块儿的。嗯。いや、裏でめっちゃ仲良しだったんだ。てか無限列車内で何4人で麻雀してんだ。你他妈到底碰？马上就想好了。麻雀どんだけハマってんねん。無ちゃんと寿命かけたデスゲームでもしてるんか。ジョジョのキラ吉影がパワハラ会議を開いた動画を見ていきましょう。私の名はキラ吉影。年齢33歳、仕事はしていない。いや、すごい丁寧に自己紹介してくれる。しかもニートが上司という矛盾点。無惨様だ。分からなかった。姿も気配も以前と違う。凄まじい精度の擬態。いや、まず無惨様ではないけどね。擬態というか普通にその人別人ね。こんなに伸びている。誰も爪が伸びるのを止めることができないように、持って生まれた佐賀というものは誰も抑えることができない。そんなことを俺たちに言われても。反論の余地なく抹殺された。余裕の余の文字もこの上司ないな。君、美しい手と顔をした女だ。私と結婚してくれないかね。いいえ。
じゃあ私はかっこいいと思うかね。いいえ、思いません。自分に嘘つけないタイプ、正直だけど社会に溶け込むのは苦手なやつ。あなた様の血を分けていただければ。いや、私を最後まで残してくださってありがとう。ああ、そうか。バイバイ、ヒラークイーン。確実に上司向いてないことだけ分かりました。ジョジョのカーズの柱会議を見ていきましょう。なぜ鬼殺隊員でありながら、鬼殺隊員を殺したのですか？時間は少し遡る。うん、鬼殺隊員の戦士か。目障りなやつめ。来い、このカーズが相手をしてやろう。とりあえず、倒して下山するぜ。いや、始末した隊員そいつだったんかい。全然許してもいいレベルのやつだったわ。あら、我がモードは光、鬼才葛藤のモード。お前を消し去る、正義の名のもとにな。いい度胸だ。行くぞ。極限まで高めた者の最強の大義。撤回。そら、いや、それ CP9 のロボルッチの技なんよ。しかも撤回バリバリ破られとる。とどめ。お庭が汚れるじゃない。鬼だけに。自分で言って自分で笑うのやめよっか。緊迫した会議の空気ぶち壊れそう。飯の時間だぞ、食らいつけ。くだらんな。約束は守る。ではこれでカズが人を襲わないことの証明ができたね。役に立てること。まあよかろう。だが我々の本来の目的を忘れるなよ。なんでそんな上から目線やね。あなたさっきまで対立違反で処刑されそうだった人ね。次はとあるキャラが鬼滅の刃に来た世界見ていきましょう。お、誰か来てます。そうだね。鬼なのか。鬼がどうしてこんなところに。いや、少なくとも鬼ではなさそう。多分ただのコミュ障ぼっちだと思われます。この鬼間違いなく上限。いや、上限の判断要素どこだよ。死の方遺留切り。筋金入りの陰キャに何してんねん。このせいで対人恐怖症悪化しそう。火の神神楽浄化突。分裂。どんどんボザロのキャラ出てくるな。だんだん鬼に見えてきたかも。美味しくなーれの破壊力エグいて、見た目と威力が反比例してんだけど。なんだ、新しいドラム落雷撃技術、ある意味最強なのではないかと思えてきた。やっほー、ここだよ。やっぱどっからどう見てもバンド集団。人間ってのは能力に限界があるな。主人公が優しいのか厳しいのかわからん。敵には1ミリも容赦ないタイプ。諦めんなよ。どうしてそこでやる。主人公どれだけ頑張ったんだよ。いや、炭治郎の親松岡修造だったん？確かにあの人ほど火の呼吸使いそうな人おらんけど。うちはマダラと天津飯 VS 赤座の動画を見ていきましょう。技をまともに使えば、さすがの貴様も死ぬ。優勝は必ずこの俺様がいただく。覚悟しろ。乱視太陽拳。まった、ここに離れなきゃ。もう太陽拳しか勝たん。で、この下りの後の話をまだ見せてなかったので見ていきましょう。腕が抜けん。信じられない力だ。夜が明ける。ここには陽光が差す。逃げなければ。どっちみち赤座乾杯やないかい。普通に現実見せられて朝日浴びて終わったな。ちょっと玉子たん相談いいですか。なんですか、無駄様なんないと。ちょっと壺いっぱい持ってるじゃないですか。持ってますよ。だからそれ何個か売らして。
売るのは無理ですよ。終わるなく幸せになれないで私は。黙れ。青い彼岸花はどうして。いや、それ言われたら何も言えないね。新手の青い彼岸花ハラスメントやめろ。皆様、じゃあ倒しに行ってきます。ああ、ちょ待って待って待って。何ですか。薄くない。少ないです。薄いよ。少ないです。え、全然書いてないやん。いいんですか。ちゃんと書いてこいよ。あ、もう待って、コンタクトもしてないよ、お前。わかんないです。え、下ろすよ、じゃあ加減下ろすよ。それはやろ。え、やろ。もう下ろします。もう何回も言ってんもん。わかった。わかった。はいは。はい、はい、じゃあ行ってきて。いや、ただこねるときズボンのベルト持つな。あと帰る速さはしっかり赤座。あれあれだ。あれ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 。ただのご飯に来やないかい。ご飯が完成した。食べに行くぞ。炭治郎ちゃん、炭治郎ちゃん、炭治郎。おお。高度に呼吸一の方、肘恋縄はかけ。いや、初恋のわら泣きな。この人スケートで来たら発狂するわ。ちょっと、なぎめさんいいっすか。何ですか。ちょっと無限城のレイアウト変えたくて。ビーン。いい感じ、なんか雰囲気変わったのはいいんだけど。いいですか、これで。これでいいですか。 あともうちょっと。ビーン。あ、違うな。もうダメだ、もうレイアウト関係ないっすもん。ビーン。あたたたた。いや、南国に飛ばされとる。まともに太陽光当たって無惨様お亡くなりだね。いただきます。どこで張り合っとんねん。ブルック音楽対決希望だったのかな。ロジャーにデラックスに一輪と持たせよう。朝まで耐久されて終わるんだろうな。筋肉に支配された増白点、追い詰められた結果物理的な力を求めたんだね。それが俺たちの生き方だから。お前ら何してんねん。とんでもねえ顔移植されてんだ。これは切れまい。海軍の強キャラ2人に収殺。ロコが移動した先にもういそう。逃げるな、卑怯者。なんだ、うるせえ、うるせえよ。なんだよ。こっちはな、いつだってお前たちに有利な夜に戦ってるんだ。知らねえ、そう知ったこっちゃねえ。じゃあ、お前、じゃあ鬼になって同じ条件で戦えばいいだろ、そういう話。あ、変な服。服もめっちゃ変。あ、え、そのあざとかも服の下まで全部入ってる感じ。言いすぎてる。やーらのメンタル3歳の赤座、精神的攻撃で炭治郎たち倒そうとしてきた。父さん、守ってくれ。この一撃で壁なの剣。君が無敵。次がめちゃくちゃ気になるタイプのエンディング。刀鍛冶の里編、これで終わるのありだな。小僧、名乗ってみる。なんぞ貴様。覚えておく。久しく見ぬ強き者よ。見聞色の覇気で怯え見つけてそう。格闘ってことはミホークも火の呼吸使えたんだ。え？唐突なホラー展開。家入るときノックしないタイプの強盗。待ってくれ。じゃあ俺も。刀鍛冶の里終了のお知らせ。泣き目ついつい間違えちゃったのかな。絶対非公式が出してるやつ。俺はアップルストアを英語版にするしか。口にサングラスつけてどないすんねん。上限全員でやったやつ見てみたい。おーい、今の君。お断りします。見せよう。五条悟の初対面の印象ただうざい人。なんだかんだ仲良くなってそう。エンドは子供の頃から夢と現実の区別ができず周囲の人を困惑させていました。成人になってからは医者でもないのに余命いくばくもない病気の人に対し催眠療法で健康になったと嘘をつき、喜ばせた後に真実を伝えて絶望させるということを繰り返していました。人間時代も花からくずきっす。やはり伊藤誠の血も入ってたか。いや、ネズコまだ喋らんて。日本でのバズりマスター代表。
手の下ろし方天皇陛下や。これが14歳という衝撃的事実。死の方イリュギリ Far breathing よそしゃだりやまテナフスドバーブアルヘエトガーリアアッドバーブサイ全部イケボスタイル。サウジアラビアと日本少し似てるね。やめろや、やめろや、やめろや。いやだから刀使わないんかい。リュウさんって刀以外使えたんすね。鬼じゃなくて犬になってんね。こちらの個性出過ぎたドッジボール、結局これに耐久できるボールが一番強いんよ。なんか陽気なアニメに見えてきた。音楽ってこんなに大事なんだ。兄貴だったらよ、妹に守られるんじゃなく守ってやれよな。準備してたんだ。いやそっちの鬼食う側になった。東京グールの人融合してんだけど。別の意味で最強になったね。でも代償として人しか食べられなくなっちゃった。全集中水の呼吸。ナチュラルに巨人と戦う炭治郎。立体機動装置なくてこの俊敏な動きすげえな。何も見えない。目をやられたのか。硬質か。いや、なんでこんな圧倒的に戦えてんの？炭治郎人間の戦闘力超越してんだけど。いやもうユニバでコラボして。